皆様明けましておめでとうございます。ミスターゲージャパンファイナリストのりょうです。いつも応援ありがとうございます。今日はですね、このミスターゲージャパン活動の半年間を通して学んだことを発表したいと思います。はい、ミスターゲージャパンで学んだこと、はい、僕はですねこちらです。情報を届ける重要性と難しさです。はい、この活動もう半年経つんですけど、まずファイナリストの6名、お互いのことをね、全然知らない人がいたっていうのが、最初学んだことです。僕もね、お金と健康に関する情報発信をやってきたつもりはいるんですが、知られていなかったというか、ちょっとおごりがあったなっていうのは学びました。昔必要だった人になることの難しさというか、僕も昔保険に入る時も悩みましたし、スポーツとジェンダーでも悩みました。そういった、悩んだ人がね、我々が発信している情報にたどり着くためにはね、情報を発信し続けることが重要なんじゃないかと。もちろんね、身近な人にとっては、また同じ話かよって思うかもしれないんですけど、もちろんね、すべての人にすべての情報が行く必要はないとは思いますが、必要な人に情報が届くためにも、我々はね、情報発信をし続けないといけないんじゃないかなと学んだ次第です。まだまだね、ミスターゲイジャパンの活動続きますが、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。